4号な、え、なんだろう 4号なんかちょっと違ういつもと。4号、はい、4号いっちゃいますか。これとバイナーどうするんだろう、これとどうやってやるんだろう。ホチキス剥がすのか。何？オリジナルサーボモーター。ヘッドスタンドの左側とサーボモーター、右耳を組み立てる。あ、やっと来たよ耳。保管しておいたパーツを用意しよう。よいしょ。はい。それで、3号と一緒だね。また型作るんだ。あれ、これどうやって取るの？破いちゃうのこれ。破くの？取れないよ。そうなの。破きたくないんだけど。切っちゃうか。同じくいっちゃおっか。例えば6ミリだったかな。6ミリ。もう一個。あら、時期持っちゃった。はい。感じだね。すごいね、両側できたね。両側ね、両側完成。
次はサーボモーター。外してケーブルを接続する。外すのなんかね、外すんだって。はい、取れた、取れたよ。これの違うから外すの？表側から。この前だネジ。忘れた。そうするとこんなになってるね。こんなになってる。ネジが危ないな。どこか。同じだよね。同じだ。それで。も一緒なの、これ。どっちも一緒だね。ここに刺しちゃうんだ。ここが見えるかな。ここに入れる。感じで入ったよ。入ったね。ちゃんと入ってないとね、ロビ君起動しなくなっちゃうからさ。あ、これはサーボだからあれか。腕なのかな。腕動かなくなっちゃうからね。で、こんな感じね。いいのかな。このバッテンがこれダメだって感じで。ね。でこれシールするのか。シールなんかあったね。あ、これね。これ貼るんだ。
切れてないよ、ちゃんと。これをこうするのか。これでいいのかな。やる？はい。で、これが。いいんだ。ああ、裏蓋は保護のためにあったの？そういうことなんだ。この穴の中を、この穴の中を通すんだね。うん、通して。いいんだ、上だから。はい、じゃあ行ってみようか、ネジ。ネジね。はい、閉めて。はい、ネジ閉めて。ちゃんとね、ちゃんとね、ちゃんとね。大丈夫？うん。いいよ。はい。あともう一個。四箇所あるからね。ちゃんとギュッてやってね。外さないで。外してるな、崩れちゃうからね。硬いね。
で、次が三角。右耳に裏側のファブを取り付ける。これ。うわぁ。どうやって取る？まっすぐね。はい、上手上手。はい。はい。はい、いいでしょう。それで終わり。で、今日とね、これ何号だっけ？4号。はい、4号。4号の完成。4号はこれとこれね、これとこれ。4号フィニッシュ。じゃん。はい、4号の完成です。あとこれはパーツは保管って書いてあるか。保管切り抜かないと。